はい、ということでエンタのゲームインザボックス、引き続きメガドライブミニ開封動画やっていきたいと思います。今回ですね、画質比較的なことをやってみようということで、お試しプレイという感じで、やっていきたいと思います。でこれは今メガドライブミニの、しばらく放置していると始まるデモ画面の方を見てもらってます。デモ画面ですね、これが悠々白書のデモ画面が始まりましたね、こんな感じのデモ画面が見れます。しばらく放置してるとね、ボタンを押すと戻ります。はい、まあ42タイトル全部入ってますんで、42タイトル分のデモ画面全部見れるってことですかね。ちょっと試してないんでわかんないですけども、ということで起動するとこういった感じの画面になってて、日本語表示でこういった感じの42タイトルがずらっと並ぶと。ちなみにこの画面で B ボタンを押すと、こうやって背表紙だけで表示されるというねなかなか熱いですね、なかなか熱い表示このタンタールとかも僕持ってるんですけど、背表紙で置くとこうやってほんまにこの感じなんですよね。いやこれだから全部持ってる人は嬉しいでしょうね、これどの作品も持ってるっていう人は。まあそんな感じで持ってるタイトルでこうやって見ると楽しいですね。こういう背表紙表示もできます。あとはこのソートのところを押しますと、50音順であったり、ジャンル別、プレイ人数別っていう感じで、発売基準この4種類の並び方ができるかな、っていう感じになってます。で設定の方に、まずは説明書はスマホとかで見てくださいという案内で、言語設定もできます。ここで一応フランス語にしてみましょうか。フランス語にすると表示がまた変わります。フランス語もメガドライブですね。ちなみに、フランス語は分かんないけど、英語にすると、これかな、はい、セガジェネシスになります。ここが大きな違いですね。でしかもジェネシス版のこのパッケージに変わっていくということですね。で、海外での発売をされてないソフトに関してはこうやって日本語表記になるという感じでございます。ちなみにこれ英語でやったら英語のソフトは英語になるのかな。何が一番わかりやすいでしょう何が一番英語の表記出るだろう。ダイナマイトヘッディは結構言葉出てきたと思うんですけど、ちなみにこれでやってみましょうか。英語でやってみると英語表記になるのか。はい、ダイナマイトヘッディ。オプション、オプションはでもこれ本物のやつも英語やったと思う後で、Wii 版のバーチャルコンソールがありますんで、そちらと画質比較してみたいとは思いますけれども、一応この画面まではまだ普通なんだけど、どっか途中でね、あのキャラクター紹介みたいなところがあって、お助けキャラが3人出てくるんですけど、そのお助けキャラの紹介のところが確か日本語表記やったと思うんで、これは英語になったら英語表記になるのかどうかをちょっと確かめてみたいですね。さあ、まあ背景がすごいざわついてますけども、まあ、別に主人公に対して何かやってくるわけではないということです。この後出てくるボスキャラと戦うというデモシーンみたいなところですね。なんかすごい、なんかいっぱい投げてくる。危ない。すごい奥行きがね、この表現できてるっていうのが面白いですよね。メガドライブならではですよ。この多重スクロールっていうんですか、そういう表記。あ、こんな色やったっけ。なんか紫色やったような気がするけどな紫色やったような気がする。さあ、もう顔面ハンマーをひたすら当て続けておりますが、
聞いてないな。聞いてる感じじゃないの。ひたすら避け続けるデモシーンやったっけな。ダイナマイトヘッド今変わったんじゃないですか、これ。英語版にしたら。こんな背景じゃなかったような気がするな。当たってる当たってる。左上の、スポットライトが、体力ですね。ヘッティの。なので今これ、黄色ですね。食らってんのか食らってないのかようわからん。あ、死んだ。え？どんな目やったっけな、これ。これを日本語版でやってみよう。ダイナマイトヘッティの日本語版。もちろんこの表記は違いますね。ここね、一緒か。はい、エスケープヒーロー。最初のノリは一緒か、やっぱり。アメリカ版でも。丸山の色がやっぱ紫やったと思うんやけどな。で、背景が倒れて、ほら、丸山やっぱ、紫や。紫丸山や。あ、しかもなんかこう喋るシーンがあんねん。これ日本語版だけなんや、これ喋んの。丸山が喋んのは日本語版だけ。しかもこれダメージ判定ないな。丸山がこう引っ張り上げたあの弾にはダメージ判定がない。顔に確実に当てるのがむずい。2発で倒せる。顔に2発当てればよかったね。まあこんな感じで、ダイナマイトヘッティはまあこんな感じです。で、Wii U バーチャルコンソール版も開きましょうか。Wii U 版は、ちょっと待ってくださいね。さあ、じゃあということで、Wii U 版のバーチャルコンソールをやっていきましょうか。ダイナマイトヘッティです。うん、まあここの感じもそれは一緒やわな。うん、まあここは変わらんでしょ。そこは大きく変わらないでしょうね。ってことで逃げます。あ、でも、あれだな。この起き上がった瞬間だけ。さあ、2発当てました。やっぱ2発で死ぬのは一緒ない。丸山に勝利です。丸山勝利。
ということで、Wii バーチャルコンソール版もちょっとプレイしてみました。まあ同じ感覚でいきますね。一番アクションやね。やっぱアクションの方が画質比較しやすいかな。大魔界村をちょっとやっておきましょうか。まあ基本はそんな大きく変わることはないですよね、画質ね。音質もそんな変わらないと思うんで。元も子もないけどね。そんな話しだしたら。元も子もありませんけど。松明スタートですよ。まさかの松明スタートやで。なんで松明スタートやねん。こう嵐が吹いてるから、足が遅いんですよ、朝。風にやられてんのよね。嵐にやられてんのよ。嵐にやられてる。アラシックなんですよ、こいつら。アーサーはアラシックなんですよ。耐えてます。アーサー耐えてます。さあ、こっからだよな。この触手ゾーンよ。ここがしんどいよね。あ、出てきてた。触手がいつ出るかわからんからね、これ。だとこいつが、もう吐きすぎやねんな、あの骸骨を。骸骨吐きすぎなんよね。はい。これを、このシーンまで来れるかやな、メガドラミニで。セーブ機能をむっちゃ使ってやっと来れるんじゃないかっていう。画質比較ができんぐらい。あ、何あの剣。あの剣何？あの剣は何ですか？剣の射程を。剣の射程は短いですね。短いね。短い射程ですね、と。びっくりです。びっくりですよ、そら遠距離攻撃できる方がいいでしょう、と。オッケー、戻った。短剣。ん？短い槍に変わりました。怖い。いや、何なん、その前。イレギュラー、それは。あれ、アーサーって二段ジャンプできんかったっけ？あれ？大魔界村は二段ジャンプできんのか？避けたつもりやけど遅い、あいつ。あの鳥、割と遅い。あの鳥の動き、割と遅い。あー、じゃあ当たっちゃった。剣はいらん。早く消えてほしい。早く消えてください。剣は早く消えてください。さっさとお消えください。お願いします。早く消えてほしい。時間がないんです、こっちには。見とるしかないんか。いらんわ、剣。遅いね、お前。よし。鳥撃破です。ようやくすべての鳥を撃破した。OK、中間地点超えた。さあ、こっからですよ。こっから画質比較。松明は持ってませんけども。どう変わってます？なんか変わってますかね。ちょっとこっちではわかりませんけども。あ、あかん。これはあかんって、お前。それはあかんって。あと、嵐のその雨がすごい点滅してる感じはあるんですけど。これは、Wii バーチャルコンソール版にはこんな点滅してなかったような気がするけど。あれ、雨が降らなくなった。嵐の雨が降らなくなった。あ、降った。こんな点滅してたっけな、雨。剣弱いで、射程がないで。圧倒的不利やん。剣が圧倒的不利やん。
じゃあついでにレトロフリックとの比較をやっていきたいので、持ってるソフトをやらないといけないから、持ってるソフトで言うとランドストーカーは持ってますね。あとはタントアールも持ってますね。タントアール画質比較したとこだよな。あとはコミックスゾーン、これはプレステ3のゲームアーカイブス版みたいなやつは持ってるんですけど、まあ、今回ランドストーカーを画質比較しましょうかね。うん、ということでレトロフリークとの画質比較ということでやっていきたいと思います。じゃあまずはランドストーカー、1992年10月30日発売。トレジャーハンターのライルが小さな相棒フライデーとともに幻の財宝を求めて大冒険の旅を続ける大ヒットアクション RPG です。独特なアングルで描かれた 3D ならではの仕掛けの数々があなたを悩ませますということで、こうサイドビューっていうんですかね、クォータービューというか斜め視点から遊ぶということで、このメガドライブのコントローラーの斜め入力を多用するというね、そういうちょっと一癖ある RPG になってます。ランドストーカー、皇帝の財宝。はい、もちろん最初から始めるしかないんですけど、この視点ですよこの視点なんで斜めに入力するしかないですよね。すごいね、こんなアクションしなかんねんで、そのうち独特やな。俺絶対こんな無理やわランドストーカー持ってるけどクリアしたことはないんで。お願い、襲われてるのっつって、あら、そこの坊やおとなしく、そこの娘を私な、逆らうと痛い目見るよ、見るよ。私ノール王の財宝のこと知ってるから、襲われてんの、捕まったら殺されちゃう、だから助けてお願い。何、ノール王の財宝、何をごちゃごちゃ言ってんのよ。えい、うとしはこのエラ力ずくだっつってやってきます。逃げることになりました逃げれんのね、すぐあの高さ大丈夫なんかなと思ったら割と大丈夫。巻くの簡単でしたね、非常に簡単に巻けました。おお、早速鳥、俺でかい鳥、月に一度しか船が出てない、高くてもいいから今すぐ行こうって言ったのはあなたでしょ。2000ゴールド、B ボタンでジャンプで、 A ボタンで切り、 C ボタンも切る、そんなスタイルです。金貨5枚を手に入れた。さあ、あと1995枚いります。戻るには残り1995枚いります。1990枚になった。あの鳥に乗って戻ってくるには結構な枚数が必要です。お、ただ広いぞ、かなり迷わすな、モンスターは出んけど。さあ、1985枚になりました。何のカウントダウンをしとんの？あ、やばい。あれ？あの宝箱取りに行けよ。あ、俺、いよいよやばいやろ。いよいよやばい。降りないんだ、そこ。そこなんか、あたかも、なんかすごい、もう、あ、すごいなんか行った方がいい感じのところやのに。降りないんだね、君は。非常に流れが急です。早い。
あ、落ちちゃった。あ、大変だわ。おじいちゃんに知らせなきゃ。落下死。ライル君落下死です。村長の家まで来てたね。あ、復活した。フライデーの力よ。ということで、まあ、ここら辺の場面ぐらいまでを、ちょっとやってみましょうか。じゃあ、ちょっと初めからいきましょう。レトロフリークだとどうなるのか。なんか音の感じが違いますね、そもそも。なんでしょう、バスドラの音みたいな。が違うな、響きが微妙に違うな、なんかそんな感じはする。重点音が低いというか、重点音きつめというか、なんかそんな感じはする。勝手に俺が思ってるだけかもしれない。逃げて。あ、これやっぱどうやっても落ちるんやな。こういう風になっちゃうんや、どうやっても。どうやってもこれはもう乗り続けんねや、こいつは。何やってもやねん。何やってもイカダに乗って落ちるんやな、これ。そして滑落死ね。滑落死します。そして村長は割と冷ややかな目で見ているという、そんな話があります。そしてフライデーの謎の力ね。なかなかすげえやつやな、あいつ。はい。ということで、まあ、こんな感じですよ。レトロフリークの画質はこんな感じ。ということで、メガドライブミニ、まあ、お試しプレイということで、軽く遊んでみました。まあ、こんな感じで、
収録タイトル42タイトルありますんでね、じっくり遊べる、そんな作品になっておりますので、気になる方はちょっと探してみてください。で、ちなみに、もうすでに Amazon で購入したんですけど、ジェネシスミニという北米版のメガドライブミニですね。これが発売されてます。で、この北米版のメガドライブミニ、ジェネシスミニってやつは、収録タイトルが10本ほど変わってます。日本版と。はい。まあ、日本版で言語設定でアメリカにして、そしたらアメリカのこの表記に変わるんだけど、それと同じようにジェネシスミニを、購入して日本語表記にすると一部ゲームは日本語表記に変わるという、まあそういう機能になってるので、ジェネシスミニ買ってその10作品、日本のメガドライブミニと違う10作品をゲームによっては日本語表記で遊べるということですね。日本語版が発売されてないゲームに関しては英語表記のままになってるんですけど、まあそういった違いがあるということでね。一応今 Amazon でも、まあちょっと定価では売ってないかもしれないですけど、一部転売価格になってるかもしれないですけど、一応ジェネシスミニという、ものが日本輸入版、輸入版でもないんか。セガが一応公式で発売されしているジェネシスミニ日本版みたいな。が発売されてるみたいなんで、僕は一応買ってまだ開封してないですけど、開封動画撮ってませんけども、多分この次の動画はそれを開封する動画になると思います。ジェネシスミニ一応発売されてますんで、気になる方はちょっとやってみてください。ちなみにもう一個メガドライブミニ W の、アジア版っつうのも出てます。このアジア版もまた収録タイトルが微妙に変わってくるというなかなかな、商法でもあるんですけど、アジア版もまた微妙にタイトルが変わってますよね。で、これはセガから、日本のセガから公式に出てるわけではないので、輸入して購入するしかないと。で、Amazon で輸入購入版みたいなのが出てるんですけど、まあこれもちょっと定価より高いっていう感じですかね。1万3000円ぐらいするんかな。ちょっといいお値段するので、もうこちらのアジア版は購入できてないんですけど、一応メガドライブミニのアジア版っていうのも出てるみたいです。なので、メガドライブをこう、メガドライブミニを極めていきたい人は、メガドライブミニを買って、そして北米版のジェネシスミニを買って、で、アジア版の、メガドライブミニを買うと。そうすれば、漏れなく遊べることができると。いうことですね。その収録タイトルをね、収録タイトルを漏れなく遊ぶことができると、そういう具合になっております。そしてメガドラタワーミニを買えばメガドラタワーミニが作れるというところです。まあ、そんな、メガドライブミニの開封動画でございました。ということで、次回はねジェネシスミニを開封しますので、そちらの方もお楽しみにということで、よければコメント、評価、チャンネル登録お願いいたします。また次回、別の動画でお会いいたしましょう。エンタメゲーミーズボックス、ご視聴ありがとうございました。